さあ、じゃあ DSP 搭載機のメリット続きいきますね。はい、まあデジウィットの場合はインターフェースの基本性能としてインターフェースだけのモデルも用意されているので、それを購入していただくのも大丈夫なんですけど、やっぱりこの DSP 搭載の方ですね、 iOS と DLS、 はい、これが気になりますよね。 DLS の方はもうパンフレットで 見ていただいた通り、デジの、アビットですね、アビットのインターフェースがダイレクトにつながるようになっています。今見ていただいた通りシンフォニー IO がつながっています。これは、16チャンネルですね、基本1台が、見れるようになってまして、そこが、HDIO としてね見れますので、こういうふうに全部設定も、全て残ってます。HDIO の持つものは全て、できますんで、その多チャンネル構造を作る場合にはこちらのモデルを選ぶといいかなと。アビット対応のインターフェースを何段も、重ねていくということができますよね。はい、もう一つは、iOS の方ですよね。 iOS の方は、本当に純粋なオーディオインターフェースとして、マイクプリもありますし、アウトもありますし、デジタルインアウトもあります。そういう感じになってますね。はい、DSP 搭載機のメリット、はい、まず DSP としてプラグインとして立ち上がります。これは使い慣れた Waves のプラグインの外部処理化、そしてレック時の 0.8mm の超レイテンシーモニタリング、これは後ほどさせていただきます。そして今までのインターフェースとしまって DSP が中に入ったので、ではなくて PC が、ね、そのまま入ったイメージになってます。はい、圧倒的なパワーですね。はい、じゃあちょっと見てみましょうか。これもプロジェクトでいきましょう。じゃあこのままのプロジェクトで、いきたいと思います。はい、こういう状態ですよね。じゃあここにプラグインをかけようというと、先ほど言ったように CPU ネイティブは32サンプルのバッファサイズの設定の状態で重たいプラグインなんてかけれません。なぜかというと 1CPU の1コアに一気に負荷がかかってそれで破綻してしまうんですね。今回は、スタジオラック、ね、今回この、デジグリッドの標準のプラグインを立ち上げる際のものを用意しました。はい、ライブ用の音源なのでステムミックスというのを、ね、用意してまして、これ例えばキックのステムと納品用のバスですね、はい、これシンセベースですね。はい、こういう感じで、シンセを集めたものと、あとドラムですねを まとめてます、4ステレオバスにしますね。これで納品するので、そこでまあちょっと、ステムミックス用にエフェクトちょっと調整するかということで用意しました。スタジオラックですね。はい、これをお見せします。はい、まず8段今立ち上がってますね。この状態で SS の E チャンネルと、G ですね、まあ、これも切り替えどっちが好みかっていうのがあるので、両方用意します。そしてビタミンね、これソロでちょっとね聞いてみましょうか。はい、これは、マルチバンドの、持ち上げてくれるプラグインで、なんか不思議なんですよね。なんかこうエネルギーがグッと入る、ね、名前の通りのプラグインになってますね。はい、そして、VEQ3 ですね、これはまあパルテックタイプなんですけど、それを立ち上げてます。あとグライコですね。今もうちょっとロー切っちゃってますけど、まあ本当に超低音切る場合にはグライコっていうのはすごく便利ですよね。はい、あと、SS のコンプですね。これはもう定番でアナログボタンとインつけてこう独特の ねじっとしたね感じを再現するんですけど、今ちょっと音変わってしまうので一回ここはバイパスします。はい、そして NLS チャンネルね、これは僕はあまり使ってなかったんですけどびっくりしました。これ上げるとこういう感じですね。はい、これ多分この色的に 2なんとかだと思うんですけど、こうねドライブするとすごい簡単ですよね。これもすごくいいプラグインだなと思いますね。はい、そして、パンではできない、まあ、ステレオバスなんで S1 イメージャーを入れてます。はい、これで、まあ、音作りをしようと、ね、用意したわけですよ。でこの時にサウンドグリッドで今処理されているので、パソコンに負荷がなく DSP、ユニットの方で、ね、処理をされているようになってます。はい、じゃあ、まあ、4バスなんでこれコピーしましょうと、ね、これいきます。あ、ちょっとコピー時間かかってないと思いますよね。普通のプラグインこう横にコピーした時もうちょっと早くないと、ね、よく考えてもらったら分かるんですけど、これ8個一気にですよ。8個目立ち上がります。これぐらいのパフォーマンス出ます。はい、パッと立ち上がるんですよね。ですので、8個のプラグインのコピーがこの瞬間に終わって、これでもう今、リアルタイムで32台エフェクトがかかっている状態ですね。はい、当然 CPU メーターは全くさっきと変わってないですよね。はい、Cubase はね、データがあるところで CPU は負荷を変えますんで、ちょっと上がったり下がったりするのはそんなに気にしないでくださいね。